どうも、ベタです。三国無双、やっていきたいと思います。はい、本日は、馬の真珠。2251個、溜まりました。まあ、肉まんね、期限終わっても毎日5個獲得できますよ、っていうので、自分を集めてて、まあ、13日までに、1400個貯めようと思ってて、ちょっとオーバーランしちゃったんですよね。まあ、オーバーランした部分は、なんかちょっと動画に使おうかなと思ってたんですけども、ちょっと運営さんからのお知らせがありまして、これか。陸村伝の、記載が12月27日まで、アイテムの交換期限が12月27日までと記載されていたのですが、12月20日までだったらしいです。なので、7日分、700個いらなくなっちゃいました。はい。13日の時点で、交換した時点で残り700個あればいいので、全然余裕になっちゃったんですよね。どうしよう。これどうやって履きようかなと思ってたんですけども、一応自分、武器とかね、一応集まったんですよね、3個。武器3つ、防具3つ、で、宝器2つは集まったんですよ。で、宝器はこれを使おうかなと思ってるんで、まあ、正直いいです。宝器の残りの1個はもういいかなと思ってます。なので、今の時点で1351個。使い道がなくなっちゃいました。あれ ?1351 個もっとか。あ、それぐらいか。1351個。使い道がなくなってしまったんで、そろそろ今日は、それを使って動画撮っていこうかなと思っております。で、エリクソンのイベント、星3の箱。これを前回開けてましたよね。これではなく、これで一応、あと放棄の1個だけなんで、もういいかなと思いまして、今回これを開けていこうかなと思いました。リクソンイベント限定パック。こちらの方を、今1351個だったんで、何個買える？ 27個買えるのかな？ 27 個。これ27個買って、開封していこうかなと。どんな割合で出るのか、楽しみかなと思って開封していきます。で、出るものは、肉まん、第3つ。で、歴戦、旗、3つ。星4の玉石袋1つ。高級経験単20個。陸村イベント星3から星6の装備箱。で、星1から星3の武将巻物。星4から星6の武将巻物。で、初級スキル巻物。展開戦績。で、星1宝器箱10個。で、金貨が30個から60個。で、銀貨が 2万個から8万個となってます。2万枚から8万枚か。まあ、とりあえずこんなん引く人いないと思うんで、まあ自分がどんな感じで引けるのか、皆さんに見せていこうかなと思います。なのでどんどん買っていきましょう。とりあえずこれを26個、上のやつが900個になるまで買っていきます。どんな割合出るかな？ワンチャンね、装備箱出ないかなと思ってます。星3から星6の装備箱、面白いかな？まあ、こんな使い方は皆さんしないでください。多分効率悪いはずです。効率悪いと思うんで、やらないでください。はい。で、とりあえず、あともうちょいか。まあ、交換するならこっちの方が交換した方が絶対いいんでね。星4から星6とか初級スキル巻物とか。自分はもうネタに走ってます。これを買っていきます。まあ、いいでしょう。ちょっとね、修羅周回しすぎたって感じではあります。先週ね、ツイッターで報告させていただいたんですけども、修羅を4333回回ってたんですよね。はい。そこまで回ってた。いつの間にかね。で、金札が211枚、銀札が99枚、銅札が78枚。ちょっとね、海さんの肉まんがなかったんで、まだ回れてないっていう状態ですね。はい。また今度回っていったり、まあ皆さんと生放送して回っていこうかなと思っております。そして今27個買ってきました。これの開封やっていきましょうか。さあどんな感じで出るかな？肉まん台ちょっと多めに欲しいんだけど。さあ行きましょう。27個開封していきます。行きます。肉まん台3つだけ？マジで？うわー、マジか。金貨139個、銀貨84329個。高級経験単120個、6個出たな、これ。で、玉石袋1個。で、星4、星6の巻物が1個。で、肉まんが3つ。
で、うわぁ、歴戦ふ、旗、9つ。あ展開なんとか席、出てないやん。うわぁ、あれ、若干欲しかったんだけどな。残念です。でも、装備箱、一応3つ出てますね。うん、これはありがたい。で、これ、星1の宝器、40個。まあ、これは、今、装備でね、宝器を育ててるものがあります。それに使っていこうかなと思ってます。まあ、この辺をね、使えば、うん、攻撃力上がっていくんで、また今度使っていきます。で、とりあえず、これ開けよっか。青か。青はいらないんだよな。で、今出たのこれでしょ？これはまあ正直いらない。で、星1から星3の武将巻くの、これ回していこう。はい、ワンチャンこれで金出てくれたら嬉しいけどね。劣化天道客、まあそんな感じに、そんな簡単にはいかないですね。残念です。超瞬間。さあ、最後は？必殺！はい、脅威。脅威。で、最後。ねえ、最後というか、まあ、星4から星6の武将巻物も回しておきましょう。さあ、星5が出て欲しいでーす。はい、新規。星4、残念。では、あとは、肉まんと、これと、銀貨と金貨か。まあ別にいらないからそれは回さないとして、これ星3から星6の限定装備、回していこうかなと思ってます。これ、星6の金とか出てくれたら嬉しい。うん、装備レベル上げるのがちょっとめんどくさかったんで、できれば、出てほしいですね。はい。では、開けていきましょう。何が出るかなぁ。あれ？重いぞ。あ、来た。あら。星3の武器が2個と、銀じゃん、両方と。で、星4の防具が1個。武器見ていこう。武器は正直あれなんだよな。武器は、うん、これだからな、別にいらないんだよな。はい。これはいりません。攻撃力がね、ちょっと違うんですよ。星3のもので、一応55あるのが、うん。48であったり、99あるのが90だったりするんで、ちょっと弱いんですよね。なので、これは、いらないっす。はい。そして防具、星4の防具、ワンチャン、これ攻撃ついてない？お！攻撃ついてんじゃん。攻撃71ついてますね。攻撃、防御改進。お！これは使える。これ使わせてもらおう。あ、これは当たりです。唯一の当たりが来ましたね。今回の唯一の当たりが来ました。で、この辺は使うんで、じゃあこれとかを、これいらないな。HP 攻撃防御。あー、でもこっちの方がいらないか。まあ、今度、ちょっと厳選してみよう。厳選して使っていきます。ここら辺はな。まあ、この辺はいらない。HP、回心抵抗はいらないんで、この辺は、まあ、餌にしていこうかな、と思っております。まあ、こんな感じで一応自分は武器、防具、宝器は揃ったんで、はい、遊んでみました。まあ、皆さんもね、うん。まあ、肉まんは残念でしたが、まあ、こういう武器と防具と宝器集めてやっていきましょう。いずれ使うと思うので集めてください。はい。で、玉石の方もね、ある程度溜まってはきました。ちょっと開けとこっか。開けとかないと、星さんが集まんないと解放できないからね。はいはいはい。赤どんどん出て、赤。でも、あとは周回しなくていいから楽だね。はい。で、玉石の方が、ちょっと育てて、はい。で、これか。で、育てて、3をいっぱい作っておきます。3を育てないと、まずは、うん。武器、防具、宝器、育てれないからね。で、いこうか。はい。赤が星3が3つ。で、緑もちょっと増やしたいな。はい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 。お、緑は結構ありますね。で、オレンジ。で、オレンジは結構、12個か、ありがてえな。で、白も、でも白はあったっけ？昇級にいらなかった気がするんだよな。まあ結構入りますね。はい、まあこんな感じで、一応昇級できるようになったんで、昇級できるものあったっけ？これだね。
昇級させていきます。あ、白いるんだ。はい、何つく？会心 OK です。 HP 攻撃防御会心、いいオプションが揃いましたね。はい、まあこういう感じで厳選していこうかなと思っております。はい、本日の動画はちょっと遊びの動画でした。まあね、こういう回もいいのかなと思いますので、うん、またこんな回もやっていきたいと思います。はい、こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。